皆様こんにちは、山芋です。本日はこの画面に映っているポインセチアについてお話ししていきます。ちょっとね、映っている本物のポインセチアはプリンセスセチアっていうちょっとピンク系のやつなんですけども、ちょっとね、安かったんで買ったんですけども、なんかすぐ枯れてきちゃってるんですよね。クリスマスまで持たないっていうちょっと悲しい結果になってるんですけども、せっかく買ったんでポインセチアのピクミントをちょっと撮ってます。はい。で、今日は皆さんもお気づきだと思うんですけども、キノコチャレンジをしたらポインセチアのエキス出ますよね。あれと思って、私パンジー欲しいのになーとか思ってるんですけど、あれなのかな、どこにも書いてないんだけど、クリスマスまでポインセチアなのかな。コミュニティデーだけかと思って必死で集めたのに、あれあれあれみたいなね。いや、知ってたらもうちょっとゆっくりやったのになーとか思いながら、まあ嬉しいサプライズなんでね、まあ喜んでおこうと思うんですが、どのキノコから出るのっていう話なんですけども、ごめんなさい、全部検証したわけじゃないんですが、赤、ピンク、紫みたいな、こうちょっと赤っぽいよみたいなやつは赤いポインセチアが出て、それ以外は白が出るっぽいんですよね。私黒とか茶色は白が出たんで、もうそこをずっと攻めてますね。赤いポインセチアのエキス結構ね、この前もご報告したんですけど、手に入ったんですけど、白はちょっと難しかったんで、ちょっと今のうちに白を集めておこうかなっていう感じです。ただ私パンジーが欲しかったんで、パンジーでね、私まだバラのエキス持ってないからバラ狙いしたかったんですけど、まあちょっと年内はゆっくり、年内はというか、もうクリスマスまではポインセチアを満喫しようかなと思います。とりあえず私新しいポインセチアの花今から買ってこようかなって、これね、ちょっと自分で映像を見ながら思いますね。ちょっとやっぱり枯れてますよね。悲しい。あとキノコチャレンジの戦闘力なんですけど、パンジーとポインセチアは一緒だったので、いつもパンジーの花を咲かせてキノコチャレンジに向かってた人はもうポインセチアで大丈夫なんで、そこは安心してください。パンジーないって焦る必要はないです。今日は綺麗なポインセチアにポインセチアのピクミンを撮影した方がいいと思うっていう動画ですよね。これはクリスマスにこういうイベントくださったんで、ちょっとね、春の桜とか2月3月梅とかやってくれないかな。梅はでも世界的じゃないか、桜はでもやってくれそうだよね。ちょっと楽しみです。ということで、ご視聴ありがとうございました。他にもたくさん動画上げてますので、よかったら見てください。バイバイ。